皆さんこんにちは。新潟県柴田市の教学園大学から元気な大学生たちの日常をお届けするユーストリーム番組ケーブランチの時間がやってきました。わあ、ありがとうございます。本当お願いします。今日の MC はサンドの MC より昼寝が好きな西方です。あら、私も好き。あら、一緒。よろしくお願いします。一緒でお願いします。サンドの MC が大好き。サンドの MC ね。今日のゲストの方を紹介したいと思います。はい、今日のゲストはフライバラエティのスタッフであるこのお二方です。児玉くん。はい、私です。須藤くん。はい、加藤さんという可愛らしい女性が来る予定だったんです。あの野郎はこねやこねて忘れやがって。女野郎ということで今日はお二人でお送りしたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。はいはい、ではまずゲストの簡単な自己紹介を。はいはい、じゃあ私から。はい、はい、私は慶応学園大学の国際文化学科2年、児玉恭平です。よろしくお願いします。出身地は、はい、で鴨で鴨、はい、今一人暮らししてるんですけど。あ、柴田に。柴田一人暮らし。一人暮らししてからね、単位が取れないです、なかなか。あ、それは朝が原因かな。それ朝でね、こう結構やっぱりね、遊んじゃうっていうのが ね、 怖いんですよ。そうですね、楽しい街ですからね。はい、そうなんです。で、まあ、趣味は二人ともまあね、はい、ダンス、フリースタイラーズって入ってるんで、はいはいはい、そう踊ってるんですけど、ダンスも難しい。難しい。時間かかります。結構そう習得するのに。あ、本当ね、でも楽しい。困っちゃう。めちゃくちゃ楽しいですよ。完成しよう。ありがとうございます。はい、こんな感じで。よろしくお願いします。ではお次。はい、英語文化コミュニケーション学科の須藤拓也です。2年生です。大丈夫ですか。2年生でよろしいですか。はい、2年生ですね。ボケてます。はい、ボケてます。基本的にボケてます。バカです。で、そして出身地が、はい、出身の場所が木戸です。出身の場所って出身の大まかな出身地をよろしくお願いします。出身地はだいたい大型駅あたりですね。あ、そこら辺ね。そこら辺田んぼばっかです。あ、田んぼのあたりで生まれた。お、一緒。お、お、友達が見つかりました。よかった。趣味はダンスということで。趣味はダンスと2人とも。はい、はい、ということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。お願いします。お二人はフライバラエティのイベントのスタッフとして活躍していらっしゃいます。今回はそんな方々にフライバラエティのどういフライバラエティがどういったものなのか、その楽しさについてなどお話を聞いていきたいと思います。まずこちらから説明させていただきます。はい、フライバラエティとは学生が日頃のボランティア活動でお世話になっている近隣の福祉施設などの皆様を慶応学園大学にお招きし、音楽やゲームなどによる交流のひとときを過ごすといった趣旨のもので、このプログラムの企画、立案、準備、運営などは全て学生などによって行われています。フライバラエティは大学の様子や学生たちの活動を施設や地域の皆様に知っていただく良い機会となっています。はい、ありがとうございます。こんな長い文を読んでいただいて、息がね、息がするかむのが難しいけど、さすが、できてるやつ。俺が神々ですよ。あなたは常に噛んでるから。はい、はい、ということで、はいはい、今説明したんですが、もう少し詳しくフライバラエティについて、そうですね、聞いていきたいと思います。はい、そもそもじゃあフライバラエティいつ始まったのかということで。そうですね、始まったのは2003年からなんですけど。2003年。はい、じゃあまだ学生じゃないですね。そうですね、まだ全然入ってないですね。その頃何してたかな。その頃は小学生、小学生だから、まあ、校庭とか走り回って、ま、鼻水垂れてた、ね、そう鼻水垂れてて、常に鼻水垂れてた。やだ噛んじゃった。やだ噛んじゃった。しっかりしっかりしましょうね。まあそうですね。じゃあスタッフさんの皆さんから説明していただくフライバラエティどういったことをするのか、はい、詳しくお願いします。はい、そうですね、すごい分かりやすく言うと、はい、本当に、障害者施設の方々とか高齢者の方々を呼んで、はい、で一緒にお祭りじゃないですけど、うんうん、縁日みたいな形で店を出して一緒に楽しむという企画です。はい、分かりやすく言うと、分かりやすく言うと、そうです、そういうことなんですね。はい、要は、はい、じゃあその毎年2003年からずっとやってるんですけど、はい、お二人がそのスタッフを始めるきっかけ、始めたきっかけ。じゃあまあ拓也からじゃあ紹介ですか。ですね、まあ、まあ、単純に言うと、まあ、はい、いつの間にか入ってた感じで、あ、そうですね。でもだんだんやってるうちにお年寄りの笑顔は素晴らしいなと思いました。もう、まあ、惚れそうですか。惚れそうでしょ。むしろもう好きだよね。好き、大好きだよ。やっぱりそっち系で、こっち系で、そっち系じゃないよ、そっち系で、そどっち系で、どっち。でももう愛情を感じるぐらい、愛情感じるぐらい楽しいわけなんで、はい、絡まりしたね、本当に。はい、僕はですね、土日のボランティアで、うんうん、そのふれあいバラエティの幹部の先輩と一緒になったんですけど、ちょっと幹部やらないかみたいな形で誘われて、うん、そこからやるようになりました。はい、お二人は去年 もうスタッフとして活躍をされて、はい、しました。去年はどんな様子でしたか。
めちゃくちゃ盛り上がりましたね。実は私もいたんですが、一緒でしたね。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 一緒にやった。一緒にやった。早く言ってよ、そういうの。そういうやり取りの会話もそう。そう、去年はね、お祭り、本当にお祭り。本当にお祭りって感じで。綿あめもあったし。そうそうそう、綿あめもあったし。なんか紐ね、くじみたいな、そう、引くのとかもあり、そうそう、紐のくじとかね、で祭りにないネイルとかね、そう、お年寄りの方々はやっぱりネイルとかをするとね、こう若く、ね、そう気持ちがなって、私もやったことありますけど、あ、本当ですか、そうなんですよ、どうなりました気持ち、やっぱり気持ち乙女になりますね、乙女になる、もういいですね、キュン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 するキュンキュン、あ、いいですね、そういうね、楽しいこと準備してると楽しいことはね、ということでやっぱいいですよね、やると、はいはい、いつもどれぐらいスタッフを集めますか。基本は80名ぐらいの予定なんです。そんなに集めてる、いや80名ぐらい欲しいです、はい、え、あの基本、うん、あの強制ボランティアネットの、はい、入ってる、うん、あの部員の方々を基準として、うん、そこから普通の学生の方々有志として集めるんですけど、うん、はいはい、そこを中心として他の人にも手伝ってもらって、はい、たくさんそうですね、まあ、別に幹部はあるんですけど、うんうん、はい、そうですね、そこが中心でやってるんですよ、はい、じゃあ去年はそういう風にお祭りみたいに選ばれてですが、はいはい、今年は今年はまあ基本はお祭りなんですけど、うんうん、テーマは遊園地ということで、遊園地、はい、お年寄りの方々とかに、うん、もう懐かしい雰囲気を、懐かしい雰囲気、はい、例えば遊園地でね、あ、こんなあったなとか、あ、どんなんだったかな、どんなんかあったかな、青春の、そう、青春のね、あの頃を思い出す、そう、甘酸っぱい思い出をね、あの夏、あんなことでこんなことも用意してます、そうそう、あんなことでこんな、言っちゃうとね、ハードル上がるから、まあ基本はね、あんまりね、お楽しみで、ね、まあ基本はお祭りです、基本は楽しんで、そう、そこをみんなで楽しもうという、そこでね、楽しんでいただくのを準備しているということで、そう、はい、そうですね、じゃあ去年やって、いや、すごいここは大変だったなとか、そういうところ、苦労隠し、あ、やっぱ大変なのは準備段階ですよね、学生主体なんで、うん、今まで先生たちがやってくれてたことを、うん、要は自分たちでその例えば施設の方々に挨拶に行って、はいはい、こう何名お願いしますとか、あ、そういうのやり取り、はい、全部学生がやってるんで、そういう準備段階が一番大変ですかね、でももう本番はもう楽しい感じで、でもね、当日もすごくバタバタしてるイメージで、あー、そうですね、本当に直前まで準備して、イメージがあるから、はい、すごく大変、そう、でもまあさすが K-1 の学生ですよね、本番始まったらもうテキパキと、プロだから、プロだから、プロの学生の集団だから、うん、集団だったから、うん、うん、集団だよね、集団ですね、集団だね、間違いない、そう、間違いない、これは勝ってる、うん、そう、それで、はい、そこが大変だけど、じゃあここはすごく楽しかったなって、逆にここはすごくいいよ、タクヤ、どう喋りすぎてるから俺でしゃべるから、ちょっとチャックするわ、一緒に、うん、わたあめを食べたりとか、うん、うん、面白かったですよ、まあ、いろんな話を聞けるんですよお年寄りの方々の、うん、そう、貴重な経験を私たち学生、こう若いね、はい、ちょっと学生に教えていただけるんですよね、知らないこと、知らないこと、そう、知らないことと知識とかをいろいろ教えてくれるんですよ、すごい勉強になります、話してるだけで、そう、で楽しいし、うんうん、一緒に思い出を体験できるっていうのがもう楽しいですから、うん、笑顔、ね、今お二人は2年生、はい、年生で、これからじゃあやっぱりもっと中心のメンバーとして頑張っていかなきゃいけなく、来年は私が仕切ります、お、言いましたね、はい、じゃあ決まってます、宣言を、宣言、私仕切ります、いや、どういう宣言ですかどういう宣言かよく分かんないですけどいいと思う、プレバラ、はい、仕切りますよ、仕切る、ね、やりますよ、私この負けはやります、いや、今後じゃあこう2人とか若い人たちが頑張っていく中で、こういう風にしていきたいなとか、そうですね、どういう風にして、まあ今のイベントはお祭りなんですけど、うん、もっと施設の方々に来てもらおうかなと、人を増やす、人をまず増やすって、うんうん、あの結構学生が80名で、利用者さんどんぐらいなんだろうな、今よりもちょっと倍とかでもう大きい規模にしたいなと、うん、それぐらいちゃんと自分たちも手が回るようにしたいし、手が回るようにもっとで、まあ毎年の反省点をいかに生かせるか、うん、はいはい、そこがポイントだと思ってます、じゃあそれをちゃんと持って、それをちゃんと、そうそう、今年でまた、はい、仕切って、今年ちゃんと学んで学んで、そう、仕切ってきます、はい、やりますよ、お願いしま す, ます、はい、どんな風にしていきたいですか、どんな風に、あ、そうですね、お年寄りと学生が一体となって楽しむことです、とにかく、はい、ワイ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 騒いで、そうですね、楽しむことがまずテーマなんで、うんうん、目標を2人から、はい、よろしくお願いします、楽しみしてます、今後も、そうですね、楽しみにしてください、今年も私もぜひ参加できたら、いや本当お願いします、足りないです、有志が足りないんです、ということで、じゃあその告知をお願いします、告知、はい、じゃあ、はい、フライヤーバラエティ有志を大募集しております、
全然足りません、今全然足りません。ちなみにこれは私なんですけど、あ、そうです、通りで通りでね、似てるかも、そう、誰が緑だ、シュルックじゃない、シュルックじゃない、誰がシュルックだから違いますよ、はい、はい、もらってたのかも、そうですね、だから、そう、融資を募集してるってことです、はい、じゃあハライチじゃねえ、誰がお前サワベだ、そろっくり、そろっくりですね、あ、サワベだ、俺ピカの手に出てないし、違う、出てないし、出てないし、全然違うし、全然出てないし、あの東京に通ってこっちに来てるわけじゃないですからね、京学院大学生、そうそう、大学生、よかった、安心しました、安心しました、安心したってどういうこと、はい、日付とか、日付とかね、そういうことを、そう、日付とかね、告知していただきたいんですが、これだね、はい、まずフレバラの融資の説明会、説明会あります、どういうことをするかっていう説明会なんですけど、近づけた、はい、こちらお願いします、はい、6月の27日水曜日、何時から、何時から、12時15分から説明会がありま す、 かっこいい、ね、ありますこんな野郎、こらほら部長、こら噂の加藤様がいる、じゃあ最後、最後、最後、噂の加藤様、急がせて、急がせて、すいません、ごめんなさい、バカたれ、これ、かつ、こら、では、ごめんなさい、ごめんなさい、自己紹介と謝罪をお願いします、謝罪会見、謝罪会見、くしゃくしゃくしゃ、よろしくお願いします、あー、ごめんなさい、本当にごめんなさい、加藤さんです、わー、すいません、じゃあ、学科、はい、お名前、学年、お願いします、はい、学科は共生社会学科 で、 そうです、ね、学年は4年生です、はい、加藤ひろ子です、まあね、よろしくお願いします、はい、お願いします、すいません、本当にごめんなさい、本当にフライバラエティではどんな役割を、あ、実行委員長をやってます、お、ちょっと中心人物ということで、そうです、なのに遅刻しました、ごめんなさい、あ、そうですね、もうね、素晴らしいハライチの方がおっしゃって、そう、誰だ、ハライチの方のサーベが、サーベが喋りました、ごめん、ごめん、たくさんね、全然、そうだね、全然、ありがとう、全然おごっていただければいいわ、おごっていただければ大丈夫、ここにしていただいて、で、今ちょうど告知をしていたところで、スタッフの募集を呼びかけていただきたいのが、ちょっとね、スタッフの募集の呼びかけがあんまり上手じゃなかったので、そうです、加藤さんからそこを、そうそうそう、え、加藤さんからそこを募集、そうそうそう、募集、そこ募集、なんか、どんな人にいつ来てほしいよ、そうそうそう、いつやるよっていうのを、もう一回やってください、完璧だったけどね、俺も、そうですね、まあ、本番は10月19日の金曜日、学祭の前日 で、はい、でその当日参加してくれるメンバーなんですけど、そのメンバーの登録ですね、6月27日の水曜日 S23 で、はい、説明会を行って、いい、はい、丸々説明会に出てもらうこともしてもらわなくても大丈夫なんですけど、その日に参加者登録っていうことをしたいと思ってるので、ちょっと10分ぐらい来てもらって、名前とか連絡先書いていただければなと。で、去年出てもらった方はもちろんなんですけど、ね、お友達お誘いの上、そう、前向きに検討してください、そう、前向きに検討お願いします、前向いてね、前、常に前、人間は50名ほど募集してます、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい、ということで、はい、こんな感じ で、ね、こんな感じで、はい、言い残したことはございませんか、すいませんでした、すいませんでした、謝罪をね、すごくうまくまとめてくださって、そう、 そうね、うまくまとめて、そう、俺らがね、できなかった、踏み台になってね、そうそうそう、そう、そう、すいません、本当に、はい、OK ですね、はい、決まりました、いいですね、言い残したことはございませんね、そうですかね、はい、あと、そう、OK、あと OK、あと 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 OK、OK、OK、ということで、本日はこのお三方をお迎えしてフライバラエティについてお話を伺って、全然喋ってない、できました、いいよ、なんかある、なんかいいよ、好きな子、何、やめとこうか、やめとこうか、やめとこうか、やめとこうね、締めます、ということで、今日は忙しい中ありがとうございました、フライバラエティのご相談お願いします、ありがとうございました、ありがとうございました、次回予告をしたいと思います、次回は牛丼、牛丼の回という噂を聞いて、私も来ようかな、牛丼食べたい、食べたいよね、食べたくという楽しいのの MC を